サンクチュアリはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。1980年代後期にスラッシュメタルの第二世代として台頭。一度解散した後、2010年から活動を再開した。2017年にバンドの象徴ボーレルデインが死去したが、意志を引き継ぎ活動を継続している。1985年、ボーレル、デイン、レニーラ・トリッチ、ジム・シェパード、 ショーン・ブロッスル、デーブ・バドビルのラインナップで結成。1986年に作成したデモテープがメジャーレーベルエピックレコードに評価され契約を締結。翌年、デーブ・ムステーンプロデュースのデビューアルバムリフュージュでナイドをリリース。メガデスとのライブツアーにも帯同する機会を得る。ツアー終了後すぐさま自作の制作に取り掛かり、ウォーレルの強烈なメッセージを反映させた。 セカンドアルバム、イントゥーザ・ミラー・ブラックが完成。1989年にヨーロッパで先行リリース。全米でも翌年にリリースされた。またアルバムの1曲目に収録されている、フューチャーテンスで初めての PV を作成し、MTV ヘドバンガースボールで放送され好評を博す。ライブツアーでは、フェイツ・ウォーニング、フォビドゥン、デス・エンジェルらと共に回っていたが、 途中でブロッスルがバンドを脱退し、ジェフ・ルーミスが加入した。1990年代初頭、サードアルバムに制作向けた内容に対し、契約元のエピックレコードから、当時のロックシーンで流行の兆しを見せていた、グランジよりのスタイルに変更するよう提案される。バンド側でも意見が割れて、相違を引き起こし対立。1992年、ウォーレル側は、 最終的に提案を拒否し、バンドは活動を停止した。拒否したウォーレル、シェパード、ルーミスは、サンクチュアリを事実上受け継ぐ形で、新バンド、ネバーモアを結成。ブロススルは音楽映像会社を設立。ラトリッジは音楽プロデューサー業に転向。バドビルはフロリダに移住し、アライブインサイドというバンドのドラマーとして活動していた。ウォーレルはこれまで、 かつて仲違いしたメンバーたちとの休校を温める機会を得ていた。それが徐々に再結成に向けたプロジェクトへとつながり、2010年5月に正式発表。ブロッスルを除くオリジナルメンバーにルーミスを入れた5人で、翌年からライブ活動を再開する。2013年、センチュリーメディアレコードと契約し、翌2014年,年に25年ぶりのサードアルバム。 ザイアーザサンダイドをリリースした。その間、シェパードとルーミスは交換してしまっていたが、新メンバーを補充し、自作のアルバム制作に向けて活動を継続。2017年、初期でも音源集、インセプションをリリース。ウォーレルデイン2017年末、バンドの象徴であるウォーレルデインが休止。2018年、バンドは、ウォーレルの意志を引き継いで活動を継続し、 新ボーカルにジョゼフ・マイケルが加入する。2020年新体制による6年ぶりのアルバムトランスミューテーションを発表。エピックレコードより発売された時期のファースト・セカンドアルバムの収益金の20%は児童虐待予防ための活動に寄付されている。2020年5月時点コンピレーション。ありがとうございます。